歯が語る人間の植生2万年前のクロマニョン人の歯と現代ヨーロッパ人の歯を比較すると歯の大きさは20%ほど縮小しています1000年で1%小さくなった計算です植生は歯の構造や遺伝に現れていると考えられています10年や20年ではなく1000年単位で1% 人間の食性に関しては緩やかな変化であったことがうかがい知れます第2章動物たちの自己治療でも少し触れましたが人間の祖先である猿は自分に必要な食物を選んで食べています時には薬になる植物さえも知っていて苦みのある薬効成分およそ毒をあえて食べたりもしています選ぶつまり何か 1一種類の食物だけを食べるのではなく複数の食物の中からいくつかを食べるということをしているのです人間はさらにいろいろな種類の食物を食べるまた食べられる動物です話をややこしくするようで申し訳ないのですが漢方薬の原料の中には宝石の粉鹿の角熊の胃ヤモリヘビなど 珍味と言うべきか希少品と言うべきか表現に苦しむ品々まで食べてしまうのです繰り返して申しますと人間は何か一つのものだけを食べる単色性ではなく可能なものは何でも食べる雑食動物であることに間違いありませんこの雑食性が居住域拡大や能力開発に貢献した反面 健康面で災いしていることも考えなければなりませんタイムマシンに乗って半世紀前の日本に旅行したとしますそして半世紀前の日本人にインタビューしてみましょう食に関する次の言葉を解説を加えないで誰が理解できるでしょうか真空パックレトルト食品冷凍エビ レンジでチンして食べる朝マック賞味期限デリバリーピザダイエットコーラカップヌードル回転寿司、あるいはペットボトルなどというと動物虐待かと思われるかもしれませんそもそも電気冷蔵庫が日本で普及し始めるのが昭和30年代後半高度成長時代です食文化の変わりようにはこのような実績もあります ファーストフード店の代表格である日本マクドナルドは1971年に第1号店を開業5年後の1976年には100店舗2001年以降は3800店舗前後を開店していますこれでお分かりでしょう1000年で1%しか変わっていない人間の歯から推定される食の変化とは全く違う 超スピードのの変化がここ半世紀にあるとということです何でも食べる雑食性もこれだけ急激な食の変化に対応できないのではないかむしろ災いしていると考えるのは私だけではないと思いますまた人間の歯の構成は九歯が20本門歯は8本剣歯は4本ですその構成比は5対2対1になっています 九氏は文字通り穀物や好みなどを砕くのに適しています。門氏は平葉ですので野菜や海藻などを食べるのに適しています。剣死は先の尖った形になっていておよそ肉類を食べるのに適しています。九氏はすりつぶす。門氏は噛み切る。剣死は引きちぎる。それぞれの役割を持っているのです。九死対紋死対剣死の比率が 5対2対1ということは食事の半分強が穀物類4分の1が野菜や海藻肉類は1割程度でよろしいということになりますところが昨今の食事上はどうかすると逆5対2対1になりがちおかずが中心で米は少なめ特に肉類が多くて野菜は言い訳程度にしか食べない人が増えています したがって噛む回数も少なく若者では顎の骨が小さい人が多くなっているように思います食事と歯との相関関係を見直して1日3食の配分を考えたいものです